秋と万歩、萩原朔太郎。四季を通じて私は秋という季節が一番好きである。もっともこれは大抵の人に共通の好みであろう。元来日本という国は気候的にあまり住みよい国ではない。夏は湿気が多く蒸し暑いことで世界無比と言われているし、春は空が低く憂鬱であり、冬は紙の家の設備に対して寒さが少しひどすぎる。しかもその紙の家でなければ夏の暑さがしのげないのだ。日本の気候ではただ秋だけが快適であり、よく人間の生活環境に適している。だが私が秋を好むのはこうした一般的の理由以外に特殊な個人的の意味もあるのだ。というのは、秋が戸外の散歩に適しているからである。元来私は甚だ趣味や道楽のない人間である。釣りとかゴルフとか美術品の収集などという趣味娯楽は私の全く知らないところである。碁、将棋の類は好きであるが、友人との交際がない私はめったに手合わせする相手がないので、結局それもしないじまいでいる次第だ。旅行ということも私はほとんどしたことがない。嫌いというわけではないが、荷造りや旅費の計算が面倒であり、それに宿屋に泊まることが嫌だからだ。こうした私の性癖を知ってる人は、私が毎日家の中でなすこともない退屈の時間を殺すために雑誌でも読んでゴロゴロしているのだろうと想像している。しかるに実際は大違いで、私は書き物をする時のほか、ほとんど半日も家の中にいたことがない。どうするかといえば、野良犬みたいに終日戸外をほっつき回っているのである。そしてこれが私の唯一の娯楽でもあり、召喚法でもあるのである。つまり私が秋の季節を好むのは、戸外生活をするルンペンたちがそれを好むのと同じ理由によるのである。前に私は散歩という字を使っているが、私の場合のは少しこの言葉に適合しない。いわんや近頃流行のハイキングなんかという颯爽たる風情の歩き様をするのではない。多くの場合、私は行く先の目的もなく方角もなく、失神者のようにうろうろと歩き回っているのである。そこで万歩という語が一番適切しているのだけれども、私の場合は瞑想にふけり続けているのであるから、仮に言葉があったら瞑歩という字を使いたいと思うのである。私はどんなところでも歩き回る。だが大抵の場合は市内の賑やかな雑踏の中を歩いている。少し歩き疲れた時はどこでもベンチを探して腰をかける。この目的には公園と停車場とが一番いい。特に停車場の待合室はいい。単に休息するばかりでなく、そこに旅客や群衆を見ていることが楽しみなのだ。時として私は単にその楽しみだけで停車場へ行き、3時間もぼんやり座っていることがある。それが自分の家では1時間も退屈でいることができないのだ。ポーのある小説の中に、終日群衆の中を歩き回ることのほか、心の落ち着きを得られない不幸な男の話が出ているが、私にはその心理がよくわかるように思われる。私の故郷の町にいた竹という小敷は、実家が相当な暮らしをしている農家の一人息子でありながら、家を飛び出して小敷をしている。巡査が捕らえて田舎の家に送り返すと、すぐまた逃げて町へ帰り、終日賑やかな往来を歩いているのである。秋の日の晴れ渡った空を見ると、私の心に不思議なノスタルジアが起こってくる。どことも知れず見知らぬ町へ旅をしてみたくなるのである。
しかし、前に言う通り、私は汽車の時間表を調べたり、荷物を作ったりすることができないので、いつも旅への誘いが心のイメージの中で消えてしまう。だが時としては、そうした面倒のない手軽の旅に出かけていく。すなわち、東京地図を懐中にして、本庄深川の知らない町や、浅草、麻布、赤坂などの隠れた裏町を探して歩く。特に、武蔵野の平野を縦横に貫通している様々な私設線の電車に乗って、沿線の深海町を見に行くのが、不思議に物珍しく楽しみである。碑文や、武蔵小山、戸越銀座など、見たことも聞いたこともない名前の町が、香ばくたる野原の真ん中に実在して、夢に見る竜宮城のように雑踏している。開店広告の赤い旗が、店々の前に翻り、珍丼楽隊の鳴らす響きが、秋空に高く聞こえているのである。家を好まない私、郊外の万歩生活ばかりをする私は、生まれつき不浪人のルンペン性があるのかもしれない。なぜなら人は、郊外にいる時だけが実際に自由であるから。